リアルなものを肌で感じて、王道のやり方ではない、こういうもんだよみたいな感じでやってるところをわがまま言ってきて、回帰的なところっていうのを結構重視して、物語の要になるリアルにやってるんだぞっていうのは。ゲーム制作における、まあ、そのミニチュアを使う、まあ、なんでこうちょっと回りくどいことをやってるのかなって、まあ、全部 CG で作った方が早いじゃないかみたいなのは、ね、思われるかもしれないですけど、今作ってゲームのカメラが TPS とかではなくて、まあ、ちょっと引いてるカメラアングルなんですけども、その引いてるカメラアングルの時に一番ちょうどいいかっこいい見え方、まあ、そういう意味合いで、まあ、テレビ画面にそのジオラマだったり、ね、ビネットっぽい雰囲気でゲームキャラクターが動くっていうのをちょっと目指して、まあ、背景スタッフの方々っていうところの範疇で見た場合に、まあ、TBS で見た場合やっぱ実寸のものでちゃんとしたディティール感で作っちゃうと、まあ、逆にそれをカメラ引いて見た時にちょっと情報量が多くなっちゃうかもしれないとか、バランスを取るっていう意味でも、まあ、こういう感じで作っていただいて、背景アーティストとかの、まあ、差分も埋めたりとかっていうところで不思議な感じ、ジオラマの方を覗き込んでゲームプレイしているような感覚っていうのに陥ってもらいたいな、そういう気持ちで体験してもらいたいなっていうところでの絵作りは結構心がけてやっていくっていうところでの、まあ、ミニチュアっていうものを採用したっていうところですかね。あのミニチュアをスキャンして、あの 3D モデルにしてゲームの背景として使うっていうのが、まあ、あんまりその王道のやり方ではないというか、スキャンをしやすい部品の構成だったりとかっていうノウハウはこちらが持っているので、そういうのをお伝えしてちょっと埋めながら作るとか、突起物はちょっと抑えめにしてもらうとか、うん、まあ、カッタさんご自身もあの立体の造形物ですね、アナログで作られるんで、はい、技術的な部分の共有はすごいやりやすかったですね。こっちの方でハイブリッドな目線で見ることで、うまくミニチュアのいい部分をより引き出しつつ、CG 側で修正できそうな部分っていうのを見極めながら、どういうところまでができてどういうとこが無理とかっていう、あの話し合いも何回も場を設けていただきましたね。どれもまあ、 あの大変っちゃ大変だったんですけどあのでもやっぱり難易度高かったのはお社ですね。とにかくちょっとその物語の要になる部分ということだったので、あの普通の神社じゃなくて、なんかいろいろあのいろんな地方の神社の要素が混じってるみたいな、取材から含めると、まあ、2ヶ月半か3ヶ月ぐらいはかかったんじゃないかなって感じですね。屋根葺きですね、あれみんなあのコーヒーの出がらしなんですけれども、それあの乾燥させてボンドでくっつけてるんですけど、なんかそういう仕上がった時の何の素材を使ってますっていう話が一応、まあ、結構聞ける方ではめちゃくちゃ面白かったですけど、なんとなく日本のどこか、まあ、日本に住んでる、まあ、誰もが見て、まあ、どっかで見たことあるような田舎の風景ということで、まあ、特定の地方にはしたくなかったので、まあ、いろんな地方に取材に行かせていただきました。のエフェクトのテーマとして、まあ、花火とか火花とかそういう部分をすごく強く押している部分がありましたので、あえてその普通の花火を撮影するっていうものではなくて、やっぱデザインとかあの動きを計算した上で作ってもらえるっていうところを重点的に考えてあのお願いしたっていうところはあります。ゲームの特殊効果操演っていうのは、まあ、僕は経験上初めてだったんですけど、苦労したことっていうのは、そうですね、そのゲームのイメージ通りの特殊効果っていうのに合わせていく。いつもヒーロー番組で結構派手にやるとかっこよく、なんていうんですか、見栄えがいい、要はエンタメなんですよね。僕が普段やってる得意なことはエンタメなんですよ。派手なのって結構簡単なんですよ、こうバーンって広くやればいいんで、それが難しいですね。その小さくこうかっこよく火花とかをあのカメラの範囲内、スタジオの要は範囲内に収めていくっていうのは、やはり、まあ、何でやってもこういうのは難しいなと思いましたね、はい。
今回初めてゲームの方とコラボレーションということで、特に CG クリエイターのスタッフの人とかのアイディアっていうんですかね、普段まあ僕らはこういうもんだよみたいな感じでやってるところを結構わがまま言ってきて、こうできないですかねっていうのに対応するのは面白かったですね、はい、そうですね。こちらからね、撮影中にこうリアルタイムに、まあ、こっちの向きでお願いしますとか、はい、結構無茶ぶりとかさせていただいたりとかしたのもあると思うんですけど、まあ、それに対してもすごい柔軟に、だったらこうするっていう、やっぱその現場での知識の多さみたいなのはやっぱり感じたなっていうのが思いました、ありがとうございます非常に本当にこれは本当に楽しかったですね、はい、CG が主体で作られるゲームとアナログの特撮美術のミニチュアっていう、まあ、一番遠いところにある存在である2つがまあ一緒になることで生まれる新しい世界観みたいなのをまあ楽しんでいただけたら嬉しいです。今作自体がね、その、まあ、リアリティも持たせつつ、やっぱり怪奇的なところっていうのを結構重視して、自分がまあ幼少の頃に味わったような、なんか独特なあの空気感っていうのをミニチュアを使うことによって再現してもらったりとかっていう、まあ、自分はそういう絵を見て結構ワクワクしてきた方ではあるんですけども、まあ、きっとそういうのを今の時代でも通用する部分っていうのは結構あるんじゃないのかなっていうのはすごく思ってましたので、ぜひそのエフェクトにも注目して、もうこれはリアルにやってるんだぞっていうのを知ってほしいですね。迫力ありますよ。 CG とかやっぱコンピューターで作るものの方が多くなってきてる今だからこそ、こういうリアルなものを肌で感じて、そこからさらにその良かった部分だったり、まあ、刺激を受けた部分を、まだ制限はある世界の中なんですけども、そこでうまくこのリアリティとかその体感とか、まあ、感動みたいな部分までも含めてゲーム中に落とし込めることができたらなと思っています。